露天神社は、大阪府大阪市北区曽根崎二丁目にある神社。旧社格は孫社。通称は、お初天神。祭神は、大名討の大臣、少なびこなの大臣、天寺公大臣、とゆけびめ大臣、菅原道真の御柱の神を祀る。社殿によれば、この地はかつて、曽根崎市という大阪湾に浮かぶことで、そこに、住吉住地、 曽根神と祀っていたとされる。創建は、西暦七百年頃とされ、南ン八十0東西旧跡の一社とされている。社名は、梅雨の頃に、神社の前の井戸から、水が湧き出たためともいうもののほか、菅原道真が大宰府へ左遷される途中、ここで戸を忍んで、露と散る涙に袖は口に蹴り、とのことを思いいずればとの一首を読んで涙を、 流したからとも伝えられている。時代が下ると祭神を天寺スコ大臣として祀っていたことから、かつては南馬神明社とも呼ばれ、日本七の神明の一つにも挙げられた。近世に入ると大胸節国西成郡曽根崎村が七となる。近松門左衛門のいた頃の天神の境内は560、四つ棒の広さがあり、近松は当時の天神の様子を、 影暗く風しんしんたる、曽根崎の森、天神の森と書き記すほど木がうっそうと茂っていた。しかし、太平洋戦争による戦火と、その後の社殿復興のための境内の切り売りが行われた結果、現在の広さとなったものである。元禄十六年に、道島新地、天満屋の遊女、お初と、内本町、平野屋の手代、徳兵衛が天神の森にて神獣を遂げた。 1>, 1月後、近松門左衛門は、この二人の比例を人形浄瑠璃、曽根崎新中として発表したところ、当時の大きな話題となった。事件の神社は一躍有名となり、そのヒロインである、お初の名前から、囲碁京に至るまで、お初天神と、通称されている。曽根崎新中の中では、33に恩みを変え、色で導きな酒で教え、恋を、 お題の橋となし、渡して完全音、近いは妙にあり私と妙の名と観音信仰をかけている。なお、お初は、天満屋での呼び名であり、墓所に記された久さな理事での海妙は妙力信如である。ことから、お妙などが推測される。P-51 による、機獣奏者の後、ありがとうございます。